宙人の到来を未だに待っている皆さん、残念ながら1000万年前にもう来ちゃってたらしいですよ。そう、宇宙人は存在する。そして彼らはすでに地球を訪れている。そんな新たな研究結果が発表されたんです。昔やってきた宇宙人はそれからしばらく地球にはやってきていないようです。2019年8月にアストロノミカルジャーナルに掲載された研究では、地球外生命体が今まさに地球を目指している可能性が示唆されました。一体どうして？彼らは銀河を横断するために恒星系の運動に頼る必要があるんです。恒星も惑星も全てひっくるめて天の川銀河を中心に対して渦を巻くように動いており、互いがすれ違うような運動をしています。そして天の川そのものも回転しています。研究は、宇宙人は目的とする星が彼らの星に近づくタイミングを待っているのではないかという説を提唱しており、それこそが宇宙人がこの頃地球にやってこない理由だとしています。この研究はフェルミのパラドックスを掘り下げる形で進んでおり、地球外文明が存在するのであれば、我々が銀河でその証拠を見つけていないのはなぜかという問いと向き合っています。イタリア系アメリカ人のエンリコ・フェルミが1950年に唱えた説は、彼が同僚とランチ中に最近の UFO の目撃情報について話している最中に考案されました。 UFO が地球に来るためには光よりも早く旅するはずだという話を聞いたフェルミは、彼らはどこにいるんだと考えたのです。最低条件はそれだけのテクノロジーを所有しているということになりますが、それなら確かに宇宙人を見ていてもいいはずですよね。知的生命体を育める星が何十億とあり、そのうちのどれかが恒星間航行を可能にさせているのであれば、辻褄が合わないようにも思えます。このフェルミのパラドックスは研究者を大きく2つの派閥に分けることになりました。1つの派閥は、知的生命体はいるが彼らは母星を飛び立ってはいないとし、もう1つの派閥は、我々地球人が宇宙で唯一の知的生命体であるという説を支持しました。そんな最中に現れたこの2019年の研究は、そこに新たな説明を加えているかもしれないのです。彼らは待っている？ねえ。しかし、宇宙人が地球にやってこない理由付けをしている説には他にも色々とあるようです。例えば、地球の環境が彼らの生存に著しく適さないというもの。確かに火星や他の惑星、月でも微生物の痕跡は見つかっているようです。しかし、地球人がいきなり火星に行っても生きてはいけませんよね。でも微生物は生きられる。それと同じで、宇宙人が母星の環境に適した進化を遂げていた場合、地球の環境が有毒であることだってあり得るわけです。我々が金星に行って二酸化炭素を吸いまくったら死んでしまいますからね。まあ、温度はさておき、着陸する以前に宇宙船ごと形も残さず溶けてしまうかも。そして彼らはそれをよく理解しているのでしょう。銀ギラの空飛ぶ円盤にはきっと彼方から惑星のデータを集める装置がついていて、居住に適さない惑星は眼中にないんですよ。地球のそばを通りかかったことはあるが、彼らはそのままスルーしてしまったのではないだろうか。また、動物園仮説という説も存在します。さすがに宇宙人は超文明を発達させているのだから、未来なスーツに身を包んで、地球の有毒な環境はものともしないはず。ということは、きっと彼らは私たちに興味がないんだ。彼らは私たちを原始的な生物だと思っていて、通信する価値すら見出していないのかもしれません。私たちが野生動物と話や交渉をしようとはしないのと、感覚的には同じです。あるいは、我々が宇宙人との交信を成功させていないのは、通信手段が違いすぎるからなのかもしれません。あちらからのメッセージが送られてきたとしても、私たちにそれが理解できるとは限りません。例えば、電波や音で通信する我々にとって、想像を超えた方法で連絡を取られても困りますよね。その手段の違いが、彼らの姿を見えなくしてしまっているのかもしれません。また、彼ら宇宙人は、すでに地球に到達していて、私たちに紛れ込んでいるという説だって存在します。技術が高ければ、
擬態することだって容易ですからね。あなたは宇宙人です？いや、念のためね。宇宙人の話をする上で避けては通れないのがミステリーサークル。巨大な幾何学模様は世界中で何十年もの間、宇宙人の存在の証拠として扱われてきました。最初のサークルは1960年、オーストラリアの農場主が私有地から飛び立つ UFO を目撃しています。その後、足や牧草が時計回りのパターンで平たく潰されている様を発見。多くの人がその犯人は宇宙人に違いないと想像し、これはおそらく彼らのメッセージか、あるいは UFO の着陸の後だと噂をしました。しかし現状ではこの手のサークルは人の手によって作られたものだとされているのが一般的です。90年代には実際に自分の仕業だと名乗り出た人物もいたくらいでした。仮に宇宙人がいたとして、どうやら彼らはイギリスがお気に入りのようなんですよね。田舎、特にストーンヘンジの周辺には彼らの仕業とされる模様が多数残されています。それにゆかりのある別の宇宙人説がこちら。作家のエーリヒ・フォン・デニケンはストーンヘンジこそ宇宙人の着陸場として機能していたのではないかと考えており、巨石のほとんどが25トンを超えていることから5000年前の人間に組み上げることは到底できないとしています。ちなみに宇宙人が建てたとされるその他の遺跡は、ペルーのサクサイワマン、エジプトのピラミッド、そしてメキシコのテオティワカン。とはいえ現状、これらの遺跡を何らかの目的で宇宙人が建てたということを証明することはできていません。実際に人類が宇宙人に出会ったとすると、彼らはどのような姿をしているんでしょう。専門家の中には、宇宙人は我々の想像を超えた姿をしているとする者もいます。多く描かれる宇宙人には共通の特徴がありますよね。細長い手足に大きなアーモンド型の目に、卵を逆さにしたような頭。リトルグリーンメン系のこれらの宇宙人は UFO に乗って地球に現れます。しかし2本足で2つの目、2つの腕を持った我々に似た姿をしている可能性は高くはないでしょう。生命は惑星の環境に適応して進化するため、例えば母星の重力があまりにも強い場合は、我々のような垂直に起立した形ではなく、もっと扁平な形をしている可能性だってあるわけです。宇宙人説の中でも最も奇妙なのがパンスペルミア説と呼ばれるもの。他の説すべてをちゃぶ台返しするこの説は、我々こそが宇宙人だと叫びます。つまり生命は地球で生まれたのではなく遠い世界からやってきたというもの。我々はどうしてここにいるのかという科学の問いに対して、この説はバクテリアとして隕石にしがみついてきたのさと答えるのです。バイキンねえ。また他の星の生命体を考える上で、地球はやはり指標となります。我々の地球でも過酷な環境下に生命は存在しています。深海にも生き物はいますし、高山地帯にも存在しています。灼熱の砂漠で暮らすものもあれば、ツンドラの永久凍土の中で暮らす生き物もいます。この考え方を延長すると、火星に対する情熱の出所がわかるかもしれません。火星には水があり、地球に似たような環境が存在しています。あの赤い惑星は原始地球に似た姿をしているのかも。考えれば考えるほど面白いですよね。ちなみにアメリカで行われた最近のアンケートでは、アメリカ人の 20% が宇宙人が地球を訪れたことがあると回答しています。そしてその数は増加傾向にあるのだとか。2019年の夏、アメリカ海軍のパイロットが UFO を目撃したと証言。とはいえ UFO、 未確認飛行物体は必ずしも宇宙人の乗り物とは限りません。ただその飛行物体の正体を明らかにすることができなかったということなのですから。しかしそれでも目撃されている UFO の挙動は不思議そのもの。素早く動いて瞬く間に進行方向を変えたりと、我々の知る物理法則をいろいろと無視しているように思います。 UFO の目撃事件の大半は実は説明のつかないものばかりなのです。アメリカで最も多く UFO が目撃されているのは、
バーモンド州、モンタナ州、ニューハンプシャー州、アラスカ州、メイン州、そしてカリフォルニア州。目撃者は幾度音に同じ証言をしています。明るい光、 V の隊列、夜空などなど、動きは必ず奇妙奇烈で、虚空にふっと消えてしまいます。別々の場所で目撃者たちは同じものを目撃していたんでしょうか。目撃者の数が増えればより証言の信憑性も上がるというものですが、まだまだそのミステリーは明らかにはされていないようです。 UFO の目撃情報などは2014年から右肩下がりで、科学技術の発達がその理由なのではないかと考える人もいるようです。手のひらで世界中の情報を閲覧できる昨今では、確かな情報を集める方が不確かな情報にロマンを見出すよりも有意義だと考えられやすいのかもしれません。また常にスマホを持ち歩く今の時代、 UFO を見たと適当に言っても必ずこう聞かれるに決まっていますからね。え？なんで動画撮らなかったの？あるいは人々が空を見上げなくなってしまったのが理由なのかもしれません。多くの人が SNS を見るためにうつむきがちな現代社会では、頭の上を UFO が通り過ぎても気づかないのかも。この収録をしている私も何を隠そう宇宙人なのかもしれませんけれど。宇宙人は存在すると思いますか？彼らはすでに地球に訪れていると思いますか？コメント欄で教えてください。今回新しいことを学べた人は高評価ボタンとお友達へのシェアをお願いします。ブライトサイドのチャンネル登録も合わせてお願いします。